こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっとレコーディングの仕事があったので、そのレコーディングの仕事のついでに撮らせていただきます。なので、ドラムセット自分のシンバルだし、太鼓もいいのかなと思いますが、今日はですね、ワンバスでツーバスフィールということで、僕はずっとワンバスで、たまにハードロックのツアーの時にツーバスを使いましたけど、基本的にはワンバスです。で、ワンバスでツーバスみたいなフィールで使うためには、フロア使う、これどうやってやればいいですかっていう話と、フロアを使うやり方と、で、バスドラのダブルで、3つ割りっていうのをやると、うまいこといくようなフレーズがあるんですね。それと、最初がバスドラだと思ってはなくても、大丈夫というか、だから表拍をフローで叩くんですけど、基本的には表拍で叩くけど、なくても別にそのツーバスっぽく聞こえるんですね。あと菅沼さん流、足閉じ、ワンバステクニックというか奏法をご紹介していきたいと思います。それでは始めていきましょう。まずですね、フロアタムバスドラバスドラの3連だから、で、ここは僕がスライド使ってるので。ちょっとツーバスっぽいフィールが出ますよね、この。だから、こういうのでもドコドタンってなると、おツーバスみたいな感じがすると思いますが、これワンバスでいけると思います。で、足を踏みながらフロアタムバスラでリズム、8ビートだと、ハイハットの左足を踏みながらやると、要はこれが、要はスインペダルになると、ここにペダルがあればですね、ここで、かかとで踏んだりもできるんで、こう、要は頭だけ、なのでハードロックボーンにしようと思うと、感じで踏めば、やれないことはないかなって、あんまやんないですけどね。16ビートドドドドタンってやつね。みたいなフレーズできるかなと。で、シャッフルだと、こんな感じにすると、ツーバス、難しいですね。この辺はできるかなと思います。なので、8ビート16ビートシャッフルというのは、今みたいに表拍をフロマに使うということですね。はい、バスドラのダブルで3つ割りってことで、スニアバスバラのパターンは、要はの時にこういう足の2つ割りを使うっていうことですね。スニアの部分は両手で移動すればいいので、みたいな感じでね、なんかツーバスっぽく聞こえますよね。で、右手8分刻むと、こんな感じで、なんかツーバスっぽく聞こえるっていうのをやってみました。はい、あとは裏拍かバスラであれば、8ビット16ビットシャッフル、さっきこうこういうのやりましたけど、8ビートの速さでも大丈夫だし、
16っぽいですね。あとブギーですね。こんな感じで、裏拍だけ踏んでると表拍って強く感じてるんで、いらないんですね。だからそれをまあバスドラで強調してあげるっていうことで、ツインペダルがあればかかとで行ってしまえばハイハットも同時に踏めたりしますね。菅沼さん流足閉じ奏法ですね。これはですね、表拍が左からスタートが良くて、同じ場所をこう場所をわざと変えると逆にうまくいかなくて、同じ場所を踏み替えると、まあみたいな感じで使うことができますということですね。まあ僕はもう今更ツーバスっぽくやる仕事はあまりやらないんで、なんか無理してやった感じがしますが、音圧が欲しければ迷わずツインペダル買ったり、ツーバスにした方が早いですね。今の奏法でだいたい左足スタートの人が多いんですね。そうすると右足裏側って結構勢いだから行くんでうまくいくと思いますが、以上でございます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。疲れた。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。